では、電流単元から、次のような問題を扱っていきます。下の図で2オームの抵抗に流れる電流の大きさは何アンベアか求めましょうということです。こちらですね。8ボルトや21ボルトも与えられています。最終的な目標は、ここの電流、ここに流れる電流を求めるということです。キルヒホップで考えるのが一般的ですね。これとこれで答えが出ます。えー、でも、ここでは、電位差。 電圧効果という考え方がとても便利なので、この問題を通してそれを紹介していくという動画にしようと思います。で、その電圧効果というのは何かというと、えー、簡単に分かりやすくするために、中学校レベルのこの問題で考えてみますね。で、まずこの 6V の電圧は、この直列なので 30Ω の抵抗と 20Ω の抵抗に分かれてかかります。で、どう分かれるかって言ったら、まあ 30Ω、20Ω 抵抗というのは、 流れにくさ、えー、と考え、電流の流れにくさと考えればいいので、この6ボルトの電圧が30対20なので3対2の比で、えー、分かれてかかります。で、この3対2作った時にね、この3たす2で5。この数字を作ったこと便利で、 えー、例えばこちらにかかる電圧。全体が6ボルトなんだけど、そのうちの5個に分けたうちの3個分がかかるので、5分の3。全体の6に5分の3をかけて、5分のサブ6、18だから、えー、3.6でいいのかな ?3.6 ボルトの電圧がこちらにかかりで、こちらも6が全体、全体の6ボルトに、えー、と、日の値にわたる5分の2をかけて、5分の12から2.4。 2.4。こちらに2.4ボルトかかりますね。で、電圧効果の考え方というのは、どこが基準にして、例えばここでいいです。ここを0ボルトにしましょう。そうすると、0ボルトだったら、ここで電池の力によって6ボルトの電位を得て、ここ6ボルトね。どこでもいいけど、例えばここら辺を6ボルトにしましょう。6ボルトの電位を得てる、得て、で、ここで3.6ボルトを使うので、残りここで2.4ボルトになって、 で、ここで2 4ボルト使うので、ここでまた0に戻って、で、またここで電池によって 6V の電源を得る。そのような考え方です。で、それをこちらの問題で使ってみると、で、基準はどこでもいいんですが、まあ、負の数が出るとめんどくさいので、普通だいたいここにしますよね。ここも0えそうすると、ここで8ボルトの電源を得て、8V。まあ、この間どこもそうですよ。どっか適当に点決めてね。 で、ここも21ボルト。この辺でいいかな。ここは21ボルトのデインを入れてると。で、大切なのは、ここのデインは、同じってこと。こっちから来ても、こっちから来ても、このデインは同じで,で、そこを求めたいから X にしましょう。X ボルトとしますで、えー。で、そう考えると、まず、こちらの抵抗にかかる電圧は、ここが8だったのが X に減っているので、 8マイナス X ボルトの電圧がかかっていると言えます。で、こちらの抵抗にも21ボルトだったのが X ボルトに下がっているので21マイナス X ボルトの電圧がかかっていると言えます。で、こっち側の抵抗には X だったのゼロになっているので X ボルトの電圧がかかっていると言えますね。で、この X ボルトさえ分かれば最終的に求めたいにオームの抵抗に流れる電流の大きさが分かるので これで大丈夫です。で、あとは、電流なのでね、えこれ二つ揃ったので、ここに流れてる電流を求められますし、あ、表せますし、X 表せられるし、こちらも、こちらを流れてる電流も、X で、を使って表せられるし、それが合流してこ,こになる。ということから、等式が作れますね。まず、こちらに流れてる電流は、4オームの抵抗に8マイナス X ボルトの電圧がかかっているので、8マイナス X ボルト、 間違えちゃった。マイナス X を4で割って、4分の8はマイナス X アンペアの電流が流れていますし、で、ここのところは6オームの抵抗に21マイナス X ボルトがかかっているので、6分の21マイナス X アンペアが流れています。で、ここで合流したのが2オームで X ボルトなので、2分の X アンペア。 この電流と、この電流、この電流とこの電、この,電流とこの電流が合流して、ここの電流になった。ということで、等式が作れました。で、あと、これを解いて、X を出せばいいです。えっ、ー、と、462の最小公倍数だから、12をかければいいですね。そうすると、まあ、一行挟みます。3括弧8マイナス X プラス、2括弧21マイナス X イコールえー X、えと、6X。 24-3x プラス 42-2x が 6x で、まあ、同類項をまとめましょう。-5x プラス66が 6x。-11x イコール -66 で、x イコール6と出ます。ということで、ここはログボルトと分かりました。6ボルトの電圧が 2オームの、うん、と抵抗にかかっているので、流れてるて、えー、電流は、えー、と、オームの法スから3アンペア、3アンペアの答えです。で、確認しておきましょう、えー。まずこれが8から6に下がったので、ここには2ボルトの電流が流れてますよね。2ボルトと4オームだから、えー、どうなるかな。0.5アンペアの電流がここには流れてる。で、ここは21から6に減ったので、えー、と、15ボルトの 電圧がかかってて、1 5トの電圧がかかってるってことは15、1 5る2だから15、15÷2.5 で大丈夫一応計算しよう。1 5 ÷ 2 26、あ、2.5でいいね。2 5アで、で、これで合流して3 0アだから、これで正しかったことも確認できます。あ、便利な考え方なので、ぜひ使えるようにし,してみましょう。